まあ、フィリピンでですね、お湯が出ないというご相談ですね、移住をされたい方、2拠点生活のことについて、僕にご相談いただいた方なんですけど、ヒーターを買う、まあ、ヒーターを、要はシャワーからお湯が出ないので、ヒーターをつけるんですね。日本みたいにもう自動的にガスでですね、とか電気で温かいお湯が出てくる形じゃないんですよね。基本的にコンドミニアム、マンションとか、あとアパート一戸建てはまあ当然なんですけども、水しか出ないんですよ、シャワーが。まあ、南国で30度の気温なので、一年中。水でも全然きつくはないんですけども、やっぱり温かい方が気持ちいいんですよね、日本人は。だからヒーターを買うっていう形になります。まあ、ヒーターもですね、3000ペソとか、まあ5、6000円ですかね、円で言うと、ぐらいで普通に売ってますので、まあ、それをつけてしまえば普通にお湯が出るという形になります。バスタブがある 家というかマンションというのはほぼないので、まあ、ここはですね近くのスパに行くとか、まあ、そういう形で日本人だったらお湯に入りたいというのもある。